年下なんてダメですか。長い髪好きなんですか。彼女候補にどうですか。先輩のことが好き、はい、大丈夫よ。不純な動機で受験してみたり、アピールしたり、もう気づいてよバカ。偶然予想すごいです。少し先に生まれた好きな人、少し先に恋をしてしまった。もしこの